皆さんこんにちは。アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク GPR のサイトを管理しておりますジャーナリストの石井貴明です。昨日からですね、地球温暖化防止締約国会議、条約締約国会議 COP21 がパリで開かれました。かなりですね、オバマさん、プーチンさん、習近平さん、そして日本の安倍首相とですね、世界の狙いどころが一気に集まってるんですね。これは結構重要な会議になるんじゃないかなといってメディアも盛り上がっています。しかもパリはですね、痛ましいことにテロ事件の直後であるゆえに、各国の首脳はテロのとの戦いとも絡めてですね、温暖化をから話し合っています。で、この問題なんですけれども、2つ言いたいことが私はあるんですね。1つ、日本はカッコつけちゃいけないんじゃないかということです。日本は京都議定書という条約のですね、締約国になったんですけれども、その議長をやったゆえにですね、世界の中で責任とかですね、CO2 削減の中でかなり努力したんですが、結局日本だけが大きな負担をしちゃうということになってしまったんですね。で、今ご存知の通り、日本はエネルギー問題かなり見通しが悪くなっています。ご存知の通り、原子力発電所が止まっているんです。原子力発電所についていろんな意見があると思うんですけれども、原発を動かすことによって化石燃料が使われず CO2 が一気に減るということは否定できません。原発1基を稼働させることによって日本の CO2 がですね、正常な稼働で 0.5% 減ると言われているんですね。それぐらい効力があると言われているんですけれども、それが今ほぼ動いていない状況の中で、私たち今温暖化問題について約束なんてできるのかなというのが一つ私が思っている意見です。もう一つがですね、日本の国益ということを考えてはいかがかということです。地球のためというとですね、いろんなかっこいい言葉によってなんか日本は負担しなくちゃいけないとか言うんですけれども、温暖化防止というのはですね、つまりエネルギーの使用ということの問題です。で、エネルギーの使用というのはですね、国益が絡み合って各国がかっこいいことを言いながら本当のことは全然違うことをやっているんですね。例えば中国なんて温室効果ガス削減目標はないって主張してるんです。これはですね、CO2 の国際会議で、発展途上国が削減義務を負わないということで、中国は他のところでは私たちは大国だと言っているように、温暖化問題では、私たちは発展途上国だって言ってるんですね。これは一例なんですけれども、これ各国の国益がぶつかり合う問題でもあるわけです。もちろん地球のためにという問題もあるんですけども、その表と顔と裏の顔をちゃんと見なくちゃいけないと思うんですね。で、日本ができることは何か、温室効果ガスの削減目標をですね、30年までに 20% なんて大きい目標を掲げたんですけれども、それを実現することはほぼ不可能だと思いますし、それを固執してもいけないと思うんですね。日本の強みというのは技術力なんです。温室効果ガスの削減の、この技術を世界に売ることで日本も価値、日本も利益になり、また他国も利益になる、そういうウィンウィンの関係を作ることが温暖化問題で考えなくちゃいけないことではないでしょうか。なんか日本ってカッコつける割にはなんか交渉が下手でですね、損害ばっかり増えているというのが私の温暖化問題のイメージです。で、アゴラ GPR ではですね、いろんな問題の中で温暖化問題も十分取り上げていまして、後ほどPR 用の、文書をアゴラに掲示しますけれども、日本の交渉担当官だった有馬淳さんの論考とか、私石井貴明、また池田信夫さんの論評論家の池田信夫さん、アゴラの運営者である池田信夫さんの論考なども公表していますので、ぜひ COP21 について日本が考えるべき態度というのを皆さんと共に考えていきたいなと思っています。ぜひご覧いただければと思います。またこれ12月8日にですね、アゴラはですね、静岡県掛川市で、シンポジウムを開催します。地元の方々との協力でですね、原子力報道とメディアの責任を考えるというものです。皆さんもぜひご関心があればですね、静岡の周囲の方、また東京からわずか1時間、名古屋からわずか1時、50分なのでですね、ぜひご参加いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。